リーベン漫画ドカベンダイジェスト。はい、どうもザボでございます。リーベンのお時間でございます。リーベン漫画ドカベンダイジェストはドカベンのゲームを実況風に振り返る番組でございます。いたところでシャープ16、今回は久しぶりのメイクン戦でございます。メイクン高校対鳥取大砂丘学院高校の一戦でございますね。今大会は山田たちが2年生春の選抜甲子園の2回戦目に当たります。まあモブ戦ですよね、モブ戦ではありますが、上昇メイクン苦戦という文字からスタートしていきます。このゲームもですね、スターティングラインナップのご紹介が漫画に載ってませんでしたもんね。これがご紹介できません、申し訳ございません。といったところでね、回は途中から始まります。4回終了時点で3対3の同点といった形になっております。そして5回の表のシーンからのスタートといった形になりまして、大砂丘学院小走り選手がですね、バントヒット二塁盗塁三塁盗塁で、メイクンピンチを迎えているといったシーンになっております。ドカベン山田が二盗三盗を許すというのは非常に珍しいシーンだと思いますけども、そこの漫画での表現はなかったです。はい、現状の報告がテロップ漫画の文字で起こされてたといったところになってるんですけども、9番岡選手、大砂丘の選手ですけども、ツーアウトに追い込まれてですね、そこからセーフティースクイズが成功いたします。4対3、大砂丘高校1点をリードいたしますね。そこで、鳥取大砂丘学院の監督さんがこのように大きな声で叫びます。甲子園の砂は鳥取砂丘で選ばれた砂だぜと故郷を誇るわけですね。大砂丘は足の速い選手が多い模様でございます。はい、ゲームは進んでいきまして、7回表終了時点で5対3、鳥取大砂丘学院が2点をリードしております。7回裏、先頭岩城三塁のラン、エラーで出塁いたします。2番殿間ライト前ヒット、3番山岡フォアボール、満塁で山田迎えるといったところです。山田太郎、ここまで、驚異の7割5分の打率を誇っております。この山田のバッターボックス、初球を引っ張りまして、この大会2本目となりますホームランが飛び出します。初球満塁場外弾炸裂、となりまして、5対7、メイクン危なげない勝利といった形になっておりますね。はい、といったところで、次戦メイクン高校の対戦相手はですね、甲子園のニュースター、対御堂筋高校戦でノーヒットノーランをかましました栃木県江川学院のアタルフミオが登場いたしますよ。ぜひお楽しみになさってください。次回は結構長いおしゃべりになると思います。はい、それではこぼれ話のコーナー行ってみましょう。横浜学院谷津五郎、ドカベン研究は続いております。この日はですね、山田太郎、バットのヘッドにゴムチューブを結びまして、反対のチューブを木に巻きつけてスイングします。はい、怪力のいわきでもこれがなかなかできないといったシーンが特徴的でしたね。谷津五郎君、山田のリストの強さの秘密を知ることとなりましたというシーンでございました。リーベン漫画ドカベンダイジェストは毎月第1第3日曜日の配信の予定になっております。また次回をぜひお楽しみになさってください。はい、あと私ザボ、D 弁の他にポッドキャスト番組、ベースボールカフェ、キャンチュース、スタンド FM 番組、ザボのフリースインガー、ラジオトーク&ポッドキャスト番組ミドル巨人くん、ノート、ザボの多分多分、スポティファイ限定で配信中、大人でおしゃれな音楽番組をやってみたいのだが、音だが
など配信番組多数ございます。ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。あとハッシュタグザボとつけてツイートくださいます。後ほどエゴサもいたします。何卒よろしくお願いします。ではまた次回です。